山口誠也チャンネル始まるよ。じゃん。はい、どうも。こんばんは。山口誠也です。今日はね、お酒、2本飲みました。お酒というか、ビールですけどもね。いやー、最近ね、暑いっすよ、すごい。もう、僕の部屋、実はエアコンがついてなくて、窓を開けないと、ね、暑いんですよ、すごい。ということで、今日はすごく暑いんで、暑い暑いよーラップでも、皆さんに聞いていただきたいなっていうふうに思います。ではいきます。熱い熱いよーラップ You。 You 熱い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  Yo。 部屋はエアコンついてないし、窓開けないと風が来ない。Yeah、でも今日はまだ開けられない。なぜなら夜から台風3号がこの愛知県に接近をしてくるからだぜ。だから開けると風とか雨が入ってくるから開けられない。だから暑いけど我慢をしなくちゃいけないぜ。 Yeah、熱い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 熱すぎる。熱いはやっぱり梅雨が済むとまたどんどん熱くなるぜ。 Yeah。 毎日服がべちゃべちゃになってしまうんだぜ。なぜかというとそれは汗のせいだ。やっぱり汗かくのが嫌だ。あと汗をかいていくと、汗が目に入るとすごく痛い。だからそれも僕は嫌だ。汗なんて僕は嫌いだ。イエー。どうで、熱い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 ラップを聞かせていただきましょう。チャンネル登録、コメントの評価お願いいたします。ってことで山口誠也の動画終わります。ではじゃあね。ガンジャンジャ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 、真夜中に真夜中にウサギがやってきた。暗いとよくわからない、人にも気づかれない。だから夜はわからない。